仏教アナキズムとは、アナキズムの理念を仏教の教えと関連させた概念である。神座部仏教においては、次の三つの考えが、三章と呼ばれ、仏教の特質とされている。苦精神と肉体が逼迫されていること。無常この世のあらゆるものは常に変化し続けるということ。無が、がではない。すなわち、私のものではない。私ではない。 私の本質ではないということ。従って、輪廻に完璧な状態などはありえず、人間と世界が絶えず変化していくのと同様に、すべての人工ものは非永久的で不完全である。それだけでなく、物質的な富も権力も永続的な幸福には決してつながらず、目先だけの満足感は、負の輪廻を再生産するに過ぎない。確かに個人の自由は、 アナキズムの崇高な理想であるが、がというものが、本質的に外界と不可分である以上、結局はそれも普遍的な人間性を阻害することになるのである。仏教アナキストは、国家は権力への、資本主義は、物質的な富への欲望を煽り立てるための制度で、あり、この二つが圧迫特通を生み出していると主張する。仏教アナキズムの観点からすれば、 他者を支配しようとすることはその相手を苦しめることにしかならず、そして結局は支配しようとした自分自身も苦しむことになるという。蓄財などといった物質的な富への執着も資本主義者とその仕事相手のために苦痛に苛まれるのと同様である。また、個々人が物質を消費することは不必要であり、破壊的な行為でさえあるとみなす点において、仏教は資本主義と 根本的に対立する。仏教徒にとって慈悲とは根本的な無視の現れである。すべてではないにせよ、大部分の政治団体は仏教の基礎である八聖堂と対立する傾向にある。だが、人間への思いやりは仏教の実践者にとってはおおむね追い風となる。よって、アナキズムの柔軟なイデオロギーは仏教徒にとっては受け入れやすいものと見られている。 仏教とアナキズムを結びつけたと考えられる人物には、内山武道、ロバート・ベーカー・エイトケン、ハルダ・イアル、ジョン・ケージ、アレン・ギンズバーグ、ダイアン・ディプリマ、ケリー・ウェンデルソー・オンリー、そして、状況主義者のケのアップなどが挙げられる。アナキストのピョートル・クロポトキンは、原始的な仏教とのコミュニティを相互扶助の原則が、具現化されたものとみなし、 マシュー・ターナーは20世紀初頭の日本では、アナキズム運動に関わった仏教の僧侶もいたと指摘した。臨済宗の開祖である英才の著作、公前語国論には、一般的なアナキストであれば誰もが否定する、はずの見解が記されている。この書は、禅宗自体にはほとんど言及していないため、ナスが、まま、学者戦士などといったアナキズムのあり方を妨げる、ものではないにしろ。 むしろ日本の伝統的な軍事主義に根ざした文学的、心理学的な価値観を広めるのに利用された。後に、日本の一部のアナキストはこの軍事主義の影響から、全体主義者となった。インドのアナキストであるハルダ・ヤルは、古代、アーリア文化の実現は、仏教の理想と同じくアナキズムによるものであると、考えた。アーリア・サマージの創設者であるダヤナーアンダ・サラスワティニ、 影響を受けた著名なサンスクリット研究者である彼は古代ベーダ文化を再現する運動を望んだ。また彼はサンフランシスコの世界産業労働組合で活動し仏教とヨーロッパの革命思想、とりわけバクーニンの思想とを融合させることによってインドからイギリス勢力の駆逐を試みたカダル島の中心人物でもあった。仏教とヒンドゥー教の関係については 現在も論争がある。その一例としては、両者におけるアーリアという言葉の意味の相違についてのものがある。ゲイリー・スナイダー1950年代のカリフォルニアではビートニックの出現によって仏教アナキズムは新たな局面を迎えていた。ゲイリー・スナイダーやダイアン・ディプリマはその一例である。スナイダーは1958年のジャック・ケルアックの小説 全ヒッピーの登場人物、ジャフィーライダーのモデルとなっている。スナイダーは日本に長期間滞在して、禅を学び、1961年に発表した仏教アナキズムにおいて、西洋における慈悲とは社会革命である。東洋における慈悲とは、我と無の本質に対する個々の洞察であるとして、この二つの概念の関係が世界の異なる部分から発生することを説明した。彼は、 市民的不服従、率直な批判、抗議、平和主義、自発的な貧困、そして時には穏やかな暴力などの手段を用いて主張を行い、ユダヤ的資本主義的キリスト教的、マルクス主義的西洋世界によって禁じられているという大麻を吸い、ペヨーテを食べ、副婚、一夫多妻、同性愛を行う個人の権利を擁護した。ケルアック自身はかなりの保守主義者であり、 最終的にカトリックに服した。しかし、彼が、全ヒッピーで、具体的に示したような、貨物列車に乗って旅し、自然と触れ合い、性的に冒険もしてみるといった自由で型破りな生き方には、確かに、アナキズムの息吹が感じられる。全ヒッピーを含めた彼の作品は、既存の資本主義世界の枠を破って、生きようとする若い世代アナキストの文化に広く、刺激を与え続けた。 全ヒッピーという、その自由奔放な、和尚のイメージは、伝説的にクレイジーな禅僧であるダルマに影響を受けている。ケルアックが憧れた、いかれた禅のイメージは、明確なアナキズムのイデオロギーとは、何の関係もなかった。しかし、そこには、正常な物事の流れをぶち壊し、人々の普通の考え方を破壊するような、たとえそれが個々人の意識に過ぎなかったにせよ。 国家に支配された社会のつながりを弱める可能性を秘めているような、そういった野生的で、エキセントリックで突飛な何かがあったのである。クロポトキン、ピーター、ミューチュアルエイド、A ファクターオブエボリューション、コンクルージョン、ミリタリズムファシズムインジャパンバイオータニン、E、ヨハン、イングリッシュトランスレーション1934、マルティニックとハルダイアールでの短期滞在についての、 唯一の記録は、アーリア・サマージからの脱退者である、ラホール出身の宣教師、バイ、パルマナンドによるものである。その時、ハルダヤルは、パルマナンドに対して、仏教をモデルに、新たな宗教を作るという計画を持ち出した。彼はもっぱら茹でた穀類を食し、剥き出しの床で眠り、静かな場所で瞑想して、時を過ごしていた。当時の、来たるべき、 共和国のための信仰の宣言について、ダヤルの友人であり、イギリスの著名な求心主義者であった、ガイオールドーレットは、こう語っている。それは、無神論、コスモポリタニズム、道徳律を胸とする教会であったダヤルは、パルマランドに説得され、アメリカに渡って、ニューヨークに、アーリア人種古代文化宣伝センターを設立する、ことを決めた、理想的な社会秩序は、インド史において、 伝説となっている、ベータ時代によく似たものに違いない。なぜならば、実践的な平等とは、ダヤルが断言したように、支配するものもされるものもなく、思惑も平らの信徒もなく、苦者も貧者もない、そのような社会、ありがとうございます。